ペの気候区分勉強やっているとこんな感じで13気候区の雨温図などが出てきて、このグラフの読み取りで心が折れてしまう人多いですよね。今回のこの動画ではグラフの形を丸暗記しなくてもこんな感じでそれぞれの気候区を区別できるようにしていきます。雨温図の他にハイサーグラフ、こちらは高校に入って初めて見る人がほとんどですよね。こういったグラフの見るべきポイント、どうやって他の気候区と区別をしてあげればいいのか、そのあたりを一緒に動画で確認していきましょう。今回はまずはじめに雨温図、そしてハイサーグラフはどういうグラフなのかを一緒に確認していきます。そしてその後13気候区のグラフを見ながらグラフの見分け方、読み取り方を順番に見ていきましょう。じゃあまず雨温図とハイサーグラフは何なのかについて見ていきましょう。地理の勉強で気候を分析しようとした時に、例えば東京の月別の平均気温と降水量、それぞれこのぐらいだという数値を表にまとめたのがこちらです。こういう平均気温と降水量の数値を見ながらその土地の気候の特徴などを掴んでいったりするわけですよね。ただこのままだとちょっと見にくいじゃないですか。もうちょっとパッと特徴を掴みやすくするためにグラフを使うわけですね。で、一つ目のグラフが雨温図、こんなグラフですよね。これは横軸に月1から12月、そして縦軸に気温と降水量をそれぞれとって、気温を折れ線グラフ、降水量を棒グラフで表したものです。この雨温図にすることによって、例えば気温が最も高いのは8月だということがパッとわかる、あるいは降水量が最も多いのは9月だというのもわかりますし、他に気温で言えば8月以降9、10、11、12月と結構な傾きで平均気温がどんどん下がっているなとか、こういった特徴をつかみやすいですよね。この雨温図というのはその地点の季節の特徴、あるいは変化を見るのに適しているグラフ、これが雨温図なわけです。そして2つ目がハイサーグラフです。こちらは縦軸に気温、横軸に降水量をとって月の順番に点を線で結んであげたものです。雨温図に比べてちょっと見慣れないグラフだとは思いますから、実際にこの表を使いながら書いてみましょう。まず上の表、1月の数値は気温が 5.2 度、降水量が 52.3mm です。この場所をグラフで探すと気温 5.2 度、降水量 52.3mm なので交わっているここに1月の点を取ります。もう一つ、じゃあ違いを分かりやすくするために8月いきましょうか。表を見ると気温は 26.4度、降水量は 168.2mm なので対応する場所はここ、いいでしょうか。こんな感じで全ての月の点を打ってあげます。全ての月を 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月とそれぞれ点を打って、そしてそれらを順に線で結んであげればいいわけですね。これがハイサーグラフです。こうすることで季節ごとの変化だとか、あるいは1年間で気温や降水量にどのぐらいの差があるのか、このあたりが見やすい、さらには他の気候区のハイサーグラフを重ねて比較することもしやすいわけですね。じゃあここからが本題です。帰国ごとに雨温図、ハイサーグラフを見分けられるようにしていきましょう。で、見分けるのに必要となってくるのが欠片の気候区分です。この5気候帯13気候区を分類していく上で、乾燥限界とか降水型とか、あるいは気温の基準、いくつかありましたよね。やっぱりグラフの見分け方も基本的にはこれらの基準を使っていくことになります。今回はその基準も簡単に確認しながらグラフ一気に見ていこうと思います。まだそもそも欠片の気候区分がよくわからないという人は、そちらを詳しく紹介した動画別にアップしてありますから、まずはぜひ概要欄からそちらの勉強してみてください。まず熱帯です。熱帯 A の気候区というのは降水量は乾燥限界以上、これは乾燥帯かそれ以外を区別する基準でした。そして気温、最暖月、最も暖かい月の平均気温は10度以上、これは今度寒帯かそうじゃないかを区別する基準ですね。そして最寒月、最も寒い月でも18度以上の平均気温がある、これが熱帯の基準でした。ですからまず雨温図をこうやって見た時に、まずは降水量がある、乾燥帯ではないということを確認して、そして注意して見てあげるべきなのは気温です。特に最寒月の平均気温が18度以上かどうか、この気温が18度のところに線を引いてあげて、年間通じてこれを下回っていないですよね。気温の折れ線グラフは全て18度以上のところに位置しているということで、ここを見てあげることでこれらは熱帯のグラフだということがわかるわけです。そして次、気候区の分類、 AF、AM、AW の区別です。この3つの気候区は降水型、つまり寒気がなく年中平均降雨のある AF、 最も雨が少ない月、最小月降水量が60ミリ以上であるのが AFでした。それから冬に寒気がある AW、 この寒気の降水量は60ミリを下回る、そういう月がある AW ですね。そしてその中間の AM、 まあ弱い寒気のある熱帯雨林気候、この3つに降水型で分けられるんでした。つまり分類の基準が降水型ということになりますから、降水量60ミリのところに線を引いてあげて、でこれを下回る月があるかどうかを見てあげればいいわけです。例えば一番左はどれも下回らない、全ての月で60ミリ以上の降水がありますから、これは AF、 一方一番右、冬の11、12
2月、そして1、2、3月、この冬の降水量は60ミリ未満になっていますから AW、 そして真ん中はその中間である AM ということになるわけですね。ちなみに AM のグラフはちょっと見分けがつきにくいということで、あんまり出題されることはありません。もちろん細かくはケッペンの気候区分で勉強した見分け方、計算式であったり表を使って見分ける方法もちろんあるんですけども、このグラフのように AM と AW を見比べてあげて、 AW の方が降水量がより少ないですよね。 AM はまさに気候区の名前の通り弱い寒気はあるけれども、雨が降るときは降っている、年間の降水量は多いですね。まさにこれ弱い寒気のある熱帯雨林気候を表している降水量のグラフなわけです。このあたりに着目して区別をつけられればいいかなと思います。じゃあ続いて熱帯のハイサーグラフです。見分け方自体は雨温図と同じですから、もう一度確認しながら一緒に見ていきましょう。まずはアルファベットの1文字目、これらのグラフが A の気候区であることを見ていきます。まず降水量が乾燥限界以上かどうか、これらのグラフ横方向に結構伸びていますよね。これは降水量があることを示しています。実際に乾燥帯のグラフ見てあげるとこんな感じ。詳しくはまた後で見ていきますが、雨が降らないとグラフは Y 軸近くに位置します。こういう形をしているのが乾燥帯を表しているグラフということになります。今見ているこの3つのハイサーグラフは Y 軸からは離れたところに点が打たれていますから、乾燥帯のグラフではないということがわかります。続いて気温です。気温は縦軸を見るんでした。熱帯は最寒月でも平均気温が18度以上ある、これが熱帯の特徴なわけですから、雨温図と同様18度のところに線を引いてあげて、年間通じてこれを下回っていないかどうかをチェックします。今回はグラフすべてがこの赤く塗ったところに位置していますから、これらは熱帯のグラフだということになるわけです。続いて AF、AM、AW の区別、これらは降水型で見分けるんでした。最小雨月降水量、最も雨の少ない月、降水量が60ミリ以上か未満かを見てあげます。こうやってそれぞれ降水量60ミリのところに線を引いてあげて、まず一番左、すべての点が60ミリより多いところに打たれていますよね。これはすべての月が降水量60ミリ以上ということを表していますから、これが AF です。一方一番右、いくつかの点が60ミリを下回っている、つまりこれらの月が寒気であるということがわかりますから、これが AW、 そしてその中間真ん中が AM ということになるわけですね。この3種類のハイサーグラフを見たときに AF、 これが一番横幅が狭くなります。横幅が広ければ広いほど雨が降る月と降らない月の差が激しい、差が大きいということになりますよね。 AF はどの月もそれなりの降水量があるという特徴ですから、他に比べると横幅が短い、こういう特徴があるので知っておくといいでしょう。続いて乾燥帯のグラフいきましょう。まず他の気候帯との違いですが、乾燥帯はとにかく降水量、これが少ないんです。もう少し丁寧に言えば、降水量が乾燥限界未満であれば乾燥帯なわけです。乾燥限界の細かな計算式などはありますが、グラフを見分ける問題ではあんまり計算をするというよりも、とにかく降水量が少なければ乾燥帯の可能性が高い、こういう問題が多いかなと思います。例えばこうやって13の気候区の雨温図をバッと出した時に、やっぱり乾燥帯のものは他に比べて降水量が少ないんですよね。 DF、DW、EF あたりも少なく見えますが、そういう時は気温を見比べてみる。乾燥帯の雨温図なわけですから、気温がこれらほど低いとは考えにくい。こうやってまず乾燥帯を見つけてあげればいいわけです。そして BS と BW の区別ですね。非常にシンプルで、2つを見た時により降水量が少ない方が BW、 砂漠気候ということになります。ここで一つ、この BS と BW の雨温図、気温の折れ線グラフ見ると、左は谷の形、夏が低い、一方右は山なり、夏が高いですよね。この違いも分かるようにしておきましょう。これは左が南半球、右は北半球のグラフであるということを表しています。我々が暮らしている北半球はこのグラフ夏が真ん中ということになりますから、山なりの形になります。一方南半球は季節が逆、真ん中は冬ということになりますから、冬の気温が低い、谷のような形のグラフになります。こういう特徴も知っておくといいでしょう。続いて乾燥帯のハイサグラフです。こちらも雨温図と見るべきポイントは同じです。降水量を見てあげると、 BS も BW も非常に少ない、このグラフが Y 軸に近いですから降水量が少ないということになるわけですね。特に右側のグラフなんて Y 軸にくっついているような状態ですね。こうやって降水量を見て、他の気候帯のものに比べて降水量が少ないグラフ、これは乾燥帯だというふうに見分けてあげましょう。そして BS と BW の区別、やはり2つを比べた時に、より降水量が少ない方が BW、 砂漠気候、そしてもう一つが BS、 ステップ気候ということになります。乾燥帯のグラフは比較的見つけやすいかなと思います。続いて温帯、雨温図からいきましょう。まず他の気候帯との違いですが、降水量は乾燥限界以上というのはいいとして、気温ですね。最暖月の平均気温は10度以上、そして最寒月です、最も寒い月がマイナス3度以上、18度未満かどうか、これで温帯なのかそうじゃないかを区別してあげます。マイナス3度、そして18度のところにそれぞれ線を引いてあげて、最も寒い月の平均気温がここに収まっているかどうかを見てあげます。この4つのグラフ、この範囲内に収まっていますよね。ですから温帯 C のグラフだということが
わかります。そして続いて温帯の中で4つの気候区を分類していきましょう。この分け方、基本的には降水型です。夏寒気の CS、 冬寒気の CW、 1年平均して降雨のある CF、 まずこの3つに分けてあげましょう。まず CS、 S 型に分類するには、この最多雨月降水量は最小月降水量の3倍以上かどうか、この条件をクリアしているかを見てあげるんでした。ですからこのグラフで言えば、最も雨が少ない7月、そして最も雨が多い10月の降水量、この2つを見比べた時に3倍以上の開きがありますよね。ですからこのグラフは夏が乾燥している CS のものだということがわかります。見るべきポイントがちょっと細かいですが、この CS のグラフはもう非常によく出てきます。こうやって丁寧にグラフを読み取るようにしてあげましょう。続いて CW、 W 型に分類するには、最多雨月降水量が最小月降水量の10倍以上かどうか、この条件を満たすかどうかで決まるんでした。ですから先ほどと同様、 CW のグラフ、最も雨が少ない1月と最も雨が多い7月、このグラフを見比べてあげて、10倍以上の差はありますから、これ CW ということになります。そして残り2つのグラフも一応見ておきましょう。まず CFA の方、今の条件どちらにも当てはまらないですよね。冬の降水量確かに少なめですけど、 CW の条件、つまり最小月降水量10倍しても最多月降水量には届かない。ですからこれ CW にしてはいけないグラフなわけですね。一方一番右 CFB の方は、年中平均して降水がありますよね。これは比較的 CS でも CW でもないなということが分かりやすいグラフかなと思います。じゃああとは CFA と CFB の区別ですね。これは非常にシンプルで、最も暖かい月の平均気温、最暖月の平均気温が22度以上か未満かを見てあげるんでした。こうやって気温22度のところに線を引いてあげて、これ以上の月があるかないかで判別してあげます。左の方はこれを超える月がありますから CFA、 一方右は22度のラインを超えませんから CFB ということになるわけですね。では続いて温帯のハイサーグラフです。まずこの4つのグラフが温帯のものかどうかの判別です。最初は降水量、まあ乾燥限界以上の降水があるということはわかります。そして次は気温でした。まず最暖月の平均気温が10度以上あるということを見て、寒帯のグラフではないということがわかります。そして最寒月の平均気温マイナス3度18度のところに、それぞれこうやって線を引いてあげて、最も寒い月の平均気温が4つともこの範囲内に点が打たれていますから、これらは温帯のグラフということになるわけです。じゃあ続いてより細かく4つを見分けていきましょう。順番に降水型を見ていくんでした。まず一番左 CS、 つまり夏乾燥しているグラフなわけですが、ちょっと知っておいてほしいのは形です。この CS のグラフ、右下がりのような形になっていますよね。ちょっと右下に伸びていくような月がある、これ CS のグラフの特徴なんですね。やっぱり気温が高い夏に降水量が少ない、逆に気温が低い冬に降水量が多くなるわけですから、それをハイサーグラフで表すと、このように右下がりのような形になります。で本題に戻って、降水型の条件に当てはまるかどうか見ていきましょう。まず最小雨月、降水量はほとんどない、 Y 軸に近いところに点が打たれていますよね。一方最多雨月はここ、落ち着いて見てあげると3倍以上の開きがあるということがわかりますから、これは CS のグラフということになるわけです。続いて CW のグラフ、こちらも降水量を見ていきます。冬の降水量、このあたりで非常に少ないですよね。一方夏の降水量は非常に多いですね。これもメモリ見てあげると10倍以上の差がありますから、 W 型 CW のグラフということがわかります。それから CFA と CFB の見分け方です。降水量を見て寒気があるかどうか、ちょっと雨温図に比べると見分けにくいかなと思います。なのでハイサーグラフでこの CF を問う問題というのはちょっと出題されにくかったりはするんですけど、まあもし出てきたら、さっきと同じ要領で最小月と最多月の降水量の差どのぐらいあるのか、その開きを見てあげればいいわけです。今回の場合どちらもそこまでのね開きがないということになりますから、 CS でも CW でもない F 型ということになるわけです。そしてあとは最暖月の平均気温ですね。22度の線を引いてあげて、この線を越えている左側が CFA、 一方超える月がない右側が CFB ということになります。じゃあ残り霊体と寒帯、まあ山場は超えましたかね、順番に見ていきましょう。まず霊体の雨温図です。今までと同様、まず降水量は乾燥限界以上はあるなということを確認した後、最暖月の平均気温、これが10度以上あるかどうかを見ます。結構試験の時霊体と寒帯間違えてしまう人いますから、ちゃんとね一個一個の条件当てはまるかどうか見てあげましょうね。こうやって10度のところ線を引いてあげると、これを超える月というのがありますよね。なので寒帯ではない。そして今度は最寒月の平均気温、これがマイナス3度未満かどうかです。こうやってマイナス3度のところ線
線を引いてあげるとこれを下回る月がどちらもありますよね。なので温帯ではなく冷帯のグラフだということがわかるわけですね。では続いて DF と DW の区別。 W 型つまり冬に寒気があるかないかで分けてあげればいいわけです。最小月降水量と最多月降水量このように見比べてあげて、で10倍以上の開きがあるので右側は DW、 一方左側はそこまでの差はないということになりますから寒気がない、つまり DF のグラフということになるわけですね。続いて冷帯のハイサーグラフです。冷帯のハイサーグラフは結構縦に細長い形になっていますよね。一般的に緯度が高いところに行けば行くほどこのハイサーグラフも細長く結構縦に長い形になっていきます。やっぱり高緯度に行けば行くほど最暖月と最寒月の平均気温のこの差、これが大きくなるのでグラフも縦長になります。この最暖月と最寒月の平均気温の差のことを年較差というふうに言いますから、この言葉も一緒に知っておきましょう。では本題に戻りましょう。まず冷帯かそうでないかの見分け方です。まず降水量は乾燥限界以上あるということを確認した後、気温に着目してあげるんでした。最暖月は10度以上、こうやって線を引くと一部の月で10度以上のところ点を打たれていますから寒帯のグラフではないということがわかります。続いて最寒月、マイナス3度のところに線を引いてあげて、これを下回る月がありますよね。ですからこれは冷帯のグラフということになるわけです。続いて降水型で DF と DW を見分けていきます。こうやって2つを並べた時に降水量の差がより大きい方、つまり今度は横幅が広い方、それが寒気のある DW かなということになってきます。厳密にはやっぱり最小雨月と最多雨月それぞれ見てあげて10倍以上の開きがあるかどうかをチェックするわけです。左側は差がないので DF、 一方右側は10倍以上の差がありますから DW ということになるわけですね。そして最後寒帯の雨温図です。降水量はもう大丈夫ですね。どちらも降水量があるので乾燥帯ではない。続いて気温、最暖月の平均気温が10度未満であれば寒帯、10度のところに線を引いてあげて折れ線グラフ全てがこれより下であれば寒帯ということになります。今回はまさに下回っていますよね。なのでこれらは寒帯のグラフということがわかります。じゃあ続いて ET と EF の区別ですね。最暖月の平均気温が0度以上か未満かで分けられていますから、今度は0度のところに線を引いてあげて、これを上回っている左側 ET、 一方この線も全て下回っている右側は EF、 氷雪気候ということになってきます。最後ハイサーグラフも確認しておきましょう。まず降水量を見て、降水はありますから乾燥帯のものではないなということがわかります。そして気温、最寒月の平均気温10度のところに線を引いてあげると全ての月でこれを下回っていますから、この2つは寒帯のグラフということがわかります。そして ET と EF の区別、これも最暖月の平均気温、今度は0度のところに線を引いてあげて、これを上回っている月がある左側は ET、 全ての月がこれを下回っている右側は EF ということになります。さあということで、すべての雨温図ハイサーグラフを見てきました。とにかくケッペンの気候区分の条件分類の仕方というものをしっかりと確認をして、そしてあとはグラフに見慣れていく。グラフが出てくるとね、うわーとなってしまう人もいるんですけど、やっぱり地理の勉強、グラフをいかに読み取れるかというのが一つ大事なポイントになりますから、雨温図ハイサーグラフともにしっかりとその地点の気候がどんなものなのかイメージ想像できるようにしておきたいものです。ぜひそういった勉強をするのに参考にしてもらえればと思います。それではまた次の動画で会いましょう。